おはようございます。朝食8時で予約したので行ってこようと思います。お父さんはこの朝食をすごく楽しみにしておりました。もっと腹減って起きるかなと思ってんけど、そうでもないよね。よし、では行ってきます。ぶつかっちゃってこぼしたらしいということで、食いしん坊の取り方してきたけど、いろいろね、取ってもありますので、ゆっくりいただこうと思います。いただきます。ご飯食べてお部屋戻ってまいりました。また外へ入ってきて乾いてるかな。あ、もういいや、もうちょっと、まあでも大丈夫から、いいわいいわ、オッケーオッケー。昨日結局私、あの後洗濯ね、見に行って乾いてたので、ちょっとあれだけど、畳んで、お父さんの方ね、畳んでありますが、5時ぐらいまで洗濯やってた。ちょっと眠いんだよね、まだ。ご飯食べに行ったばっかりだけど、1時前かの下にね、シャトルバスが駅まで行く、あるので、それ乗って、駅まで行って、根府川の駅ね。で、隣が真鶴だから、真鶴に行って、で、そこからはね、多分バス1時間に1本ぐらいしかないので、タクシーに行ったらタクシーで、前回も行ったかな、ウニセイっていうね、とてもね、海鮮のね、美味しいですね、レストランにね、行こうと思っておりますので、そうね、10時半ぐらいまでゴロゴロしてても、お化粧したりなんだりね、全てのね、準備ね、余裕で間に合うかなと思うので、お父さん仕事するなんて言ってたけど、ゆっくりゴロゴロしようかなと思います。お父さん、朝日見えるかななんて言ってたけど、曇ってるから、やっぱね、なんとなく向こうの方に島がもやっとあるかなみたいなのわかるけど、スカッと晴れてたらね、遠くまで見えるかなと思うけど、今日は朝日見えなかったんじゃないかなと思うので、今日も明日もあんまりお天気良くないようなんですけれども、でもビューは悪くないね、海が見えて、山も見えて、まあ、とりあえず少しゆっくりします。お父さん朝風呂浴びてきたんです。私も準備完了いたしましたので、シャトルバス乗ってまずは根府川の駅に向かって、海星ですね、行こうと思ってます。早く着いちゃったんですけど、30分入れたので入れていただきました。お父さん冷酒飲んでた、塩辛がお通しで作ったので、はいはい、どうも、どうぞ、はい、写真撮ってください。はい、撮ります。私携帯忘れちゃったの、お父さんの携帯借りて写真撮ります。素材のつぼ焼き、すごいいい香りする、めっちゃいい香り、いただきます。鬼ガラとカマスカのつぼ焼き、おいしそう、めっちゃいい匂い。今日の一品はカンパチだそうです。刺身来ました、盛り上がりまして、はい、ありがとうございます。魚の口は、ね、危ないから触らないようにお願いします。で、たたきはこちら上からお醤油かけて混ぜて召し上がってください。マダイさんがまだ生きてらっしゃる、エビさんもまだ生きてらっしゃる、はい、こんにちは、いただきますね。うわ、はい、すいません、めちゃくちゃ開けられた、いただきます言ったら甘い、このぐらいかな、はい、はい、ご飯とお味噌汁ですね。お味噌汁のこのエビさんはこちらにいらっしゃった方ですね。かなり動いてシェーみたいな最後ポーズとめんだけど美味しそう、いただきます。ご飯食べてね、出てまいりました。裏手にイケスがあるんだよね、見せてくれるので、見に来たお父さん、見たい見たい言ってて、どうぞどうぞ、かわいい、ヒラムとイシダイ、あ、ヒラム、あ、ヒラム今はね、すごい、本当だ、下にペトってくっついてる、ここがヒラメだね、すごい、かわいい、これを食べたんだね、そうね、フレッシュなのね、すごい、すごいな、ヒラメ、はい、整備、ほら、あ、ここにいらっしゃるってもね、へえ、いいもの見た。で、ここで釣り上げて、さばくんだね。生きてたの。ありがとう。ここからね、バス乗ろうと思ってるので、あと15分ぐらいある？そんなにない？ 5 分ぐらいか。いや、15分ぐらいあるけど。うん、まあちょっと早めに戻った方がいいからね。うん、この辺りちょっと歩こうと思います。ここ後とくと、ここに行くともう散歩したね、お父さんね。あっちの方まで行ってな。そう、チップとデールの洋服着て。ポンちゃんいるよ。本当だ、危険滑るっていっぱい書いてある。釣りすんだね、海とってんだな、海だっけ、何だっけ、潜ってんだ、素潜りしてんの、ウニかね、アマさんかな、ウニも美味しかったね、お父さんね、おい、5分ぐらいね、歩いてこようと思います、食後の運動、
ホテル戻ってきて、1階のね、ギフトショップで、ゴルフの実家に持っていくちょっとギフトも購入して、またお部屋を出ましたが、ラウンジ使えるので、5時からね、アルコールの提供も始まるから、今日ちょっとラウンジで軽食して、昼が遅くて夕飯早すぎるかもしれないけど、お父さん多分ね、このままお部屋いると寝ちゃうので、寝かせないためにも、ラウンジ行ったり、ホテルの中ぐるぐるしてね、来ようと思います。軽く撮ってきましたけど、アルコールの提供時間と、ね、が始まったばっかり、ちょっとにぎわいましたが、私たちが入った時もね、ほとんど人いなかったんだけど、まぁ、ちょっとゆっくりね、いただこうと思います。食べるというか、ゆっくりしに来たのでね、のんびり座ってお父さんのソファー。大丈夫ですか？寝そうですね、もう顔がね。いえいえ、その手弱ですか？はい、わかりました。食べましょう。ということで、ただいまね、1時41分になります。私最後にビデオ回したのラウンジ行った時だったかなと思うんですけども、ラウンジでねどのぐらいかな、1時間ぐらいかな、ソファー座ってねゆっくりねしておりまして、だんだんと眠くなってきてね、カクンとかやってたんだけど、お父さんなんか知らないものしてたかな。でお部屋帰ってきて、お昼遅かっただし、なおかつラウンジで少しね軽食いただいたので、お腹はそんなに空いてないからね、まあいっかなんて言ってたんだけど、ちょっとお野菜だけ食べたいねって言って、ルームサービスでねサラダだけオーダーして、お父さんとねシェアして食べてから、昨日ね私たち大浴場行った時に結構ね人がねいたので、もうちょっと遅い時間か、もしくはね早い時間に行った方がいいよねっていう話をしてて、まあねもう早い時間はね行かれなかったっていうか、あえて行かなかったんだけど、なんか遅い時間にしよう言ってね、10時半ぐらいにお風呂行こうねって言ってて、まあそれまでお父さん調べ物して、私も調べ物したりなんだりして、で今日のねお洋服着てたやつ洗濯しちゃおうかっていうことになってね、私ね洗濯の洗剤10個持ってきてて、昨日ね4回回して8個使ったから2個余ってて、まあ、もう持って帰るよりも使っちゃおうか言ってね、ちょうどねお風呂入って戻ってくる時に洗濯物もね取ってこれるねって言ってね、回しに行っちゃおうか言って洗濯物回しに行ってね、洗濯洗30分で終わるから、30分後にドライヤーに家に行って、乾かないからね今日の衣類のみだからね少ないので、でもまあ一応1時間半回すかって言ってね、そう1時間半回して、でまたねお部屋戻ってきてゴロゴロしね、で10時半になったからねお風呂行ったんですけれども、今日ね結構遅くに入ってる人多くて、10時半の時点でね、まあ昨日ほど多くなかったけど結構人いるなっていうぐらいね大浴場いらして、そうね、でもまあ小さな子供たちではなくてね大人ばっかりだったんだけど、でね雨降ってるから露天風呂がね完全な屋根じゃなくて、こうなんか隙間が空いてるから外出てたら、あ冷たいと思って、あ雨だなんて思ってね、まあいいやと思って、どうせお風呂を使ってるからさ頭にちょっとね雨が当たるけど寒くもないしと思って、雨降ってるからね露天にね来るねお客さんが少なかったので、一人でねスイスイスイってねしながらね入っておりましたけれども、でお父さんの方がね先にね上がってね洗濯物の様子見に行ってくれて、可愛いやだから持って帰るねって言って、その連絡テキストが入った時に私ちょうどお風呂出て歩いてねエレベーター向かってるところだったので、お父さんとあんまり変わらないぐらいに出てこれたからなんて思ってるんだけど、意外に早かったねなんて言われてね、で私がねお部屋ついてるお父さんですね鼻かん坊でねなんかうろうろしてたけど、終わったね洗濯物たたんで歯磨いてベッド入ってねすぐ寝ちゃいましたね、スー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 寝息聞こえてるかなどうかなと思ってるけど、アイさんアイさんアイさんも今日早く寝よう、一緒に寝ようよとか言っててね、いいから待ってて、あもう行くから後でいいからって言ってね、言った瞬間にもう寝たね、すごいなと思ってね、まだ肌感冒なの、お部屋ねそんな冷やしてないからね、裸で寝るにちょうどいいぐらいの気温かなとも思うので、そのままにしておりますが、まあ多分ねもうちょっとしたらねおトイレでねお父さん起きるんじゃないかななんて思ってます。ということでね本日はですねサックパンもお話しいたしましたが、ランチだけお外出ましたけれども、今日は一日ねホテルでゆっくりのんびり過ごそうねっていうことでね、ランチ以外はね特に何かするっていうのは全くね決めずにですね、本当お互い自由気ままにね過ごしたんですけれども、ランチはもうこの一時帰国が決まってた時にはうちの実家の方に行く時はここ泊まるから行けるんだったらウニ生行きたいね言ってね
ておりまして、私もお父さんもすごくね楽しみにしてて、一応ね予約取っとこうか言ってね、どのぐらい前かな、出発の1週間2週間ぐらい前だったかなと思うんだけど、電話してね予約だけ取っておいたんですけども、まあ予約なくてもね入れたかなと思うんだけど、あった方が安心だったからしておいたんですが、1時半ぐらいにね到着してね、30分も早いけど大丈夫かななんて言って、まあでもお客さんね待ってなかったから聞いてみようかって言ったらね、はいどうぞって言ってね、すぐご案内してくださって、美味しいですね、海鮮もですねたっぷりねいただいてまいりました。今日何が一番美味しかったってお父さんと話をしたけど、一番美味しかったのは伊勢海老のお刺身、美味しかったですね。プリプリのコリッコリだけどトロッとマイルドで美味しかった。もちろんウニも美味しかったし、あとなめろ味のも美味しかったですね。お刺身その他ね、アワビとサザエとマダイがあったんですけども、そうマダイとねイシダイと選べるってね言われて、お父さんにどっちがいいって聞いたら、イシダイが気になったんだけど、マダイの方のがよくねお父さんね食べ比べしてるから違いが分かると思うので、マダイにするって言ってね、マダイにして、私その貝類大好きだからね、もうサザエもねアワビもすごい美味しかったし、まあとにかく何でも美味しかったわその今日の一品のねカンパチのお刺身も本当美味しかった。肉厚でね新鮮だからね、身はねコリッとしてるんだけどトロッととろけてね、そう美味しかったでね、毎回密かに楽しみにしてるのはお味噌汁、船盛りに乗ってきた伊勢海老の頭ですね、上半身っていうのかな、を途中で取りに来てくださるんですけども、持って行ってそれでお味噌汁作ってくれて、あれが美味しいんですよね、めっちゃ美味しいの。身もね甘くてちょっとだけついてるんだけど、そう殻にね、あの身も美味しいしね、まあ、最高だったとにかくいつだっけな、前回前々回かな、もうね帰国した際にはね行ってると思うんですけども、私がね大学卒業して勤めてたね職場で、まあ、ちょっとレクリエーションっていうのかな、皆さんね出かけてね利用者の方々と、ね、食事を食べに行くっていうねプランがあったんですけれども、その時にね一緒にね連れてってもらってね、連れてってもらってっていうのはあれかもしれないけど仕事だからね、で知ってね、わすすごい美味しい、すごいなこれと思って、またねもう自分でもね行ってみたいなってね思って、でも私その当時車の免許なかったから、車の免許ないとでも難しいかななんて思いながらねいたんですけども、そうでお父さんと付き合い始めて、いつだったっけな、これ美味しいんだよって言ってね、じゃあ行ってみようかって言ってね行ったんですよね、その勤めていた時以来ね初めて。でお父さんとだから時折っていうか、まあその後ね単身赴任でアメリカ行ってるから、帰国した際に2泊3日ぐらいでね伊豆だったり箱根だったりっていうね旅行に行くようにして、お父さん温泉大好きだから、でその時にじゃあお昼行こうかなんて言ってね、ほんと数年に1回いておりまして、食事終わってね海の方降りてってお散歩してた時にもお話しいたしましたが、トト君とねホミ君もね一緒に行ったんだよね。もちろんねお店ワンちゃんダメだからね、窓開けて空気通るようにしてね、もちろんすごい暑い季節じゃなかったけど、ちょっと車でお留守番しててねって言ってね、私たちだけねお店入ってね食事ねいただいて、待ち時間が結構あったからねお散歩しようか言ってね、トトポミとねお散歩してね、まだ小さかったんだよポミ君が、チップンデールのねお洋服着てたんだけど、その時ねトトがチップでポミがデールのねお洋服着てたんだけど、なんかね観光客っていうのかな、もう私たちもそうだけどさ、団体さんが反対側からね歩いてね来られてて、そのガイドの方がですねトトとポミのねお洋服とか見てね、可愛いですねって言ってね、それでねそのツアーのお客さんたちにですね見てくださいって言ってね、可愛いですねって言ってね、チップとデールのお洋服着てますねって言ってねお話しされてて、トトはねニッコニッコしながら愛想振りまいておりましたけれども、そういうことはお父さん本当によく覚えて、私が話す前にその話したからね、届くとポミクの思い出だなんて言ってね嬉しそうにね話しててね、ああ懐かしいなと思って、こうやってだから日本帰ってくるとトトとポミとの思い出の場所っていうのはやっぱ結構あってね、またあそこにも行ってみたいね、あれもしてみたいね、これもしてみたいねなんてねいう話もするんですが、もちろんねウニ星ね行くのは美味しいねお食事いただきに行くっていうのが一番の目的だけど、トトとポミと一緒に行った場所っていうのをね
もあるので、よりね感慨深いって言ったらいいのかな。そういった場も私たちにとってはすごく思い出のある場所なので、またね次回もね来れたらいいなーなんて思っているんですが、まあねちょっとね違うとこもチャレンジしてみたいなっていう気持ちもあるんだけど、やっぱりね定番のお決まりの場所っていうのがね落ち着くというか、まあ安心するからね、まあ、このねヒルトン小田原もそうですけれども、ウニセイさんもですね、またね必ず戻ってくる場所だなと思っております。ということで明日ですねこちらのホテルですねチェックアウトいたしまして、いよいよね大阪向かいます。お父さんの実家向かいます。お昼ぐらいの新幹線乗って、まあ、2時間ぐらいで到着するからね、2時過ぎぐらいかなでね京都到着するかなと思うんですけれども、お父さんのね実家の最寄りの駅まで行ってお母さんにねお迎えに来ていただく予定となっております。お母さんがねお忙しい時間にねならないようにね、やっぱ夕方はねワンちゃんのお散歩とかきっとご飯の支度されるんじゃないかなと思うので、バタバタするからねそのぐらいの時間に行っておいた方がいいかなと思ってね。お父さんは合唱団かなの何かがあって打ち上げがあるけれども、それには参加せず遅くならないように帰宅しますなんておっしゃってましたけど、お父さんのね実家もね5年ぶりになりますし、ワンちゃんね3匹ねいたんですけども、ジャックラッセルテリア3匹男の子男の子女の子なんだけど、一番上の子がですねポミ君が亡くなるね5日前にですね虹の橋渡ってね、お母さんもだから大変だった時に私のことね気遣ってくださってねメッセージいただいてね、もうねそうジョイ君って言うんだけど、高齢でね確かねサニーより年上だったが16歳17歳ぐらいかなと思うので結構長生きさんでね、最後の数年ぐらいかなはねちょっと地方が入ってきてなんてねいう話をねされておりまして、亡くなる前はねもう食べさせないとご飯もわからないっていうのかないうぐらいの状態になってて、足腰も弱ってね歩けなくなったからっていうことで後ろ足乗せてちょっとでも動けるようにっていうことで車椅子もね作られてたかなと思うんだけど、とにかくねお父さんもお母さんもねたっぷりの愛情でねすごくね大事にされてたねワンちゃんなんですけども、だからねジョイ君にも私ご挨拶したいなと思ってね、ポミと合ってるかなのかななんて思ってるんだけど、でもその他ねそのジョイ君のね兄弟ねフル君とアコちゃんなんだけどにも会うのすごくね楽しみだし、もちろんお父さんのね妹だったり甥っ子たちにも会うの楽しみなので、でその方がね他にもねお会いする方いらっしゃるんですけれども、とにかくね大阪滞在まあ1週間になるんだけど、いろいろねやらなければいけないこともあるから、免許の更新だったりとか、また明日からはですねもうバタバタの日々かなと思うんですが、楽しみなことがですねたくさん待っておりますので、ワクワクしながらですね迎えたいなと思っております。ということで本日はこのあたりで電気消して休もうと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。